どうも。2018年4月の4日23時35分です。どうも。プラプラ歩いてます。おー、エミワドツいらっしゃい。珍しく外配信です。解放いらっしゃい。1ゲットした、おめでとう。なんか食おうかな、どうしよう。おみーさんはどつ、いらっしゃい。どうも。初見さんいらっしゃい、渡辺さん。もしよかったらフォローしてください。よろしくお願いします。腹減った。何食おっかな。なんかおすすめある食い物。ちょっと寒いね、今日ね。ちょっと T シャツだと肌寒いな。あれ、パソコンのさ、内蔵カメラで放送してるんだけど、そんなに画質悪いわけじゃないんだね。カクカクしてないでしょ。これ夜景綺麗なんだよ。夜景綺麗でしょ。こっからね、見る夜景が結構好きなんだよ。高層ビル群で。いいよね。おい、剣坊さんはどつ？いらっしゃい。夜景いいでしょ。新宿って感じがして綺麗でしょ。高層ビル。今日風が強いね。だから寒いんだね。風が強いね。綺麗でしょ。これからそうだね、今リスナーさんとちょっと打ち合わせをしていて、でまあお茶してたんだけど、今帰り歩きだね。プラーっと帰るところ。これから晩飯食って、まあ一枠やってもいいかなと思ってるんだけど、家帰ってね。明日岡山だから。明日はね、外配信大変ですよ。今日面白い放送あった？みんな久々デコ出しですよ。デコ出し。岡山ね、どんなところなんだろうね。行ったことない土地に行くのはね、楽しみだよね。どんなところなんだろう。岡山行ったことある？みんな。岡山リスナーと会うってね、多分一生に一回あるかないかだからね。おい、はるさん、こんにちは。こんばんはだね。どうもどうも。はい、ワドツーエミさん。どうも。
何食おうかな。腹減ったな。美浜区っていうのがすごいらしいよね。美観地区だっけ？倉敷のね。なんかリスナーさんが車出してくれるって言ってたから、もしよかったらね、車お邪魔してさ、その景観、美観なんかよくわかんないけど、その倉敷の方行ってみたいんだよね。車で30分って言ってたから、なんかすっごい綺麗らしいよ。新幹線に生まれて初めて乗るのも楽しみだし。明日、行くね。明日行く。うん、行ってくれよ、気をつけて。修学旅行バスだったんだよね、俺。さっきもそれでね、バスなんか乗らねえよって言われたけど、俺多分修学旅行京都行った時バスだったんだよな。おい、金魚橋さん、こんばんは。今、散歩配信だね。みすけはどっち？ういっすー。一枠やるか、じゃあ家帰ってから。一枠雑談やって、1時間半ぐらいね。で、今日の放送終わりにして明日に備えよう。そうしましょう。明日は気温下がるんだ。そっかそっか。寒いんだね。はーい、桜花火ありがとう、みーすけ。桜花火ありがとうございます。あっざんます。どもどもわたあめさん、風船ありがとう。どうも。と今日は寒いな。風船ありがとう。アイテムありがとう。よっしゃ、家に着いた。ピザーラって何時までやってんだろう。もう閉まってるかな。びっくりした。鍵なくしたかと思った。ただいま。結局行ったの？お風呂は。行ったんだ。気持ちよかった？今放送中。ただいま。
じゃあ一回放送をパソコンに切り替えます。皆さんオツです。パソコンに切り替えます。ありがとう。お疲れ。